はい、こんにちは、いとっチャンネルです。7月17日日曜日ということで、3連休2日目ですけれども、皆さんね、健康的に過ごしてますでしょうかね。かなりね、ウイルス騒ぎがまたね、第7波だからになってますからね、皆さんね、感染予防していただければな、なんて思うんですけれども、私昨日ね、ちょうど病院行ってきましたということで、僕って3月に入院してるじゃないですか、血糖値でね、入院してるんですけれども、まあ、あれですけどね、逆流性食道炎からの血糖値なんですけどね。はい。で、入院してるんですけど、ちょっとね、治療しなきゃな、なんて思ってね。で、ちょっと調べたらね、治験っていうものがあって、血糖値関係下げる治験があって、で、それでね、それに入ることに しました。はい。でね、治験ってね、薬の実験体なんですけれども、まあ、ちょっと危ないかな、なんて思うんですけれども、僕が今回ね、応募したのがね、第3次とかで、第1次、第2次でかなり危険要素をね、排除した上で、第3次で、で、それが通ればね、その薬が認定されるといった感じで、その治験ってメリットが結構あって、そのやっぱり皆さんのためになる、自分が実験体になることによって、薬が認可されてね、皆さんのためになるといったところもあるし、そういうメリットもあるし、で、なおかつね、治療費がね、無料なんですよ、実験体の方って。被験者ってね、治療費が無料だったりするんで、無料で血糖値が下がるっていうね、こんな嬉しいことはないですね。薬代とか全部タダなんですよね。そういうメリットもあるし、なんだったらね、実は治験1回行くごとにお金もらえるんですよね、あれってね。1回行くごとに僕ね、1万円もらえるっていうことでね、そこをね、レトロゲームに当ててたり、ゲーム買ったりしたいなっていうので、ね、1万円もらえるっていうこともあってね、もうメリットしかねえじゃんみたいな話になってね、昨日ね、そこら辺で治験の話聞いてきて、まあ入りますって言ってね、検査受けてるんですけれども、で、治験するとね、治験コーディネーターっていうね、その僕の担当者みたいなのがつくんですよね。で、それをね、昨日ちょっとね、会ってきた、挨拶してきたんですけれども、その治験コーディネーターの方がね、めちゃめちゃ可愛い女の子で、めちゃめちゃ可愛かったですね。マスクしてるから可愛いのかなと思ったんですけど、首元にぶら下げてるね、顔の写真があってね、カードがあってね、社員証みたいなのがあって、それのね、顔写真見ても、それでも可愛い。北川景子さんにめちゃめちゃ似てて、すげえ可愛いなと思ってね。この子か、治験コーディネーターかということで、何かあった時に連絡くださいねって言って、ニコニコしながら、何かあったら連絡くださいねって言ってね。それでね、メールアドレスと電話番号教えてもらったんですけど、これ来たぞこれみたいな、ね、勘違いしちゃってね。来たーみたいなところもあってね。今後ね、ちょっとぜひね、病院治験するんですけれども、本当のその治験月1回に会うのが待ち遠しいみたいな。なんかね、本当もね、また会いたいみたいな。話せるだけで幸せみたいなね、なっちゃってね。ぜひね、また、本当に数週間後また行くんですけど、薬ね、投与しながらね。ぜひね、それが楽しみでしょうがないっていう状況ですね。いや、40代にいながら、ね、恋に目覚めるっていうね。20代多分後半ぐらいの女性なんですけど、20代後半ぐらいの女性にね、恋に目覚めるというね、ちょっと男性ホルモンがね、またね、活発化して毛根とかからね、毛が増え出すんじゃないかって思ってますけどね。はい、そんなぐらいのテンションの高さでございますんでね、皆さんもぜひね、治験とかね、怖いかなと思うんですけど、第3次ぐらいだったら安全だと思いますんで、何かあったらね、この動画内で、僕のチャンネル内で報告しますんでね、楽しみいただければな、なんて思っております。はい。で、今日はね、何をしようかというと、ワンエクスプレイヤーミニですね。こちらをもうちょっと動かしていこうかなと思うんですけど、主にね、パソコン用ソフトですね。こちらの方を動かしていこうかなという動画になってます。で、ちょっとね、質問が来てたんで、ちょっとこんな感じで比較してるんですけれども、任天堂スイッチですね。任天堂スイッチと比べてサイズ感どうなのっていう質問が来てたんで、こんな感じで、任天堂スイッチの有機EL モデルですね。こんな感じで置いてます。まあ、両サイド1センチずつぐらいちょっと大きいかなぐらいな感じで、だいたいね、大きさ一緒ですね。うん、ここのね、コントローラー部分が1センチぐらいね、それぞれ長いかなといった感じです。はい。で、お互いね、こちら有機EL モデルも7インチ、7インチなんですよ。どっちもね、7インチなんですよね。だからね、画面のサイズ一緒です。はい。ただこのベゼルのところがちょっとね、大きいのかなといった感じですね。ここのね。うん。だから、ま、これぐらいの差はあるものの、ま、大体、任天堂スイッチの有機EL モデル、ま、任天堂スイッチとね、同じぐらいのサイズ感かなと思っていただければいいかなと思います。ちょっと大きいぐらいですかね。
はい。1センチぐらいね。大きいかなといった感じの内容です。まあね、比較ということで、非常にね、購入検討してる方多くて、もうちょっとね、サイズ比較っていうところやってくれ、なんていう話があったんですけど、重さはね、さすがにちょっとね、これ 420g で、こっちが 620g で 200g ぐらいね、重たい状態です。で、厚さはね、もうこんな感じです。うん、全然任天堂スイッチの方が薄いですね。2倍ぐらいでかい。厚いかなといった感じ。そのね、2倍ぐらい厚いんだけれども、200グラムで済んでるっていうところがね、まあ、結構頑張ってる方かななんて思います。はい。こんな感じのサイズ比較になってます。はい。ぜひね、購入悩んでる方ね、ぜひ検討してみてください。じゃあね、早速、こちらの、1X プレイヤーミニの方ね、PC ソフトを動かしていきたいと思います。じゃあ、まず一本目なんですけれども、まあ、軽いゲームからということでね、ティーンエイジミュータント忍者タートルズシュレッダーズリベンジになります。結構ね、最近出たばっかりなんですけどね。結構安めです。2000円ぐらいで買えるゲームですね。で、ストーリーモードでいきます。コンティニューでね、一番最初からね、ちょっとやったんでね、これも全然問題なく遊べるかなといった感じなんですけど、まあ、当然でしょうね。こんな 2D のゲームなんでね。サクサクですもん、これはね。で、一応ね、レオナルドとか、いつもの亀4人に、エイプリルですね。アナフンサーの。あとね、師匠のね、スプリンターさんもね、スプリンターでやってるかな。まぁちょっとね、どうしようかな。今日は、ヌンチャクで行こうかな。ミケランジェロかな。ミケランジェロ。うん、結構ね、多人数で遊べるみたいですね、このゲームはね。で、ちょっと進んだんですけど、どうしようかな。ステージ1からやってみましょうかね。いつものおなじみのっていう感じで。いいですね、こんな感じで。いつも通りのね、ファミコンでもね、似たようなゲーム出てるんですけど、スーパーファミコンかな？それをね、さらにちょっとリメイクしたみたいな感じのね。まあ、新作なんですけどね。こんな感じで。こんな感じで。まあ、ベルトスクロールアクションみたいな感じになってます。いいですね。こうやってね、奥に投げれますね。これ奥に投げるのはね、あれですね。ファミコンでもおなじみの、スーパーファミコンの時にね、結構画期的だったんですよ、このね、拡大処理がね。これね、当時はね、よくね、投げて遊んでましたね。スーパーファミコンのね、タートルズシリーズではね。おなじみの。今遊んでもやっぱ面白いですよね、こういうね、ベルトスクロールアクションは。あ、敵ですね、これもね。おう。タートルズはね、日本で、僕小学校ぐらいの時にね、映画館で見に行ったんですけど、実写のね、タートルズは。よいしょ。昔からあってね、ファミコンの激カメ忍者伝っていうゲームがあって、そのタートルズのね、ゲームだったりね。そっからまたね、タートルズのゲーム、またファミコンで出てね、何本かね。激カメ忍者伝だったかな。それがね、あれだったんですよね。昔近所のハローマックで遊べる状態になってて、めちゃめちゃね、ずーっとおもちゃ屋にね、入り浸ってましたね。ずーっとやってましたね。難しいんですけど、結構ね、ファミコンの、激カメ忍者伝だかっていうやつね。あれもね、結構面白かったなぁと思いながらね、それ以降結構タートルズのファンでね、映画館ね、毎回見に行ってますけどね、映画出たら。最近でも結構ね、最近っていう3年ぐらい前でも新作出たりしてましたからね。タートルズの映画といえばね。よし。こんな感じで。いいですね。もちろん快適ですね、これもね。よし。まあ、ここら辺はね、別にストリーミングでもね、普通に、いろいろ遊べるかなと思いますけど、今回これインストールしてますからね。やっぱ Xbox のゲーパスはね、すごい、こういう PC でもね、ゲーム遊べるんで、すごいお得だと思いますけどね。このままセーブデータがね、ネットで引き継がれてて、ね、PC でこうやって遊んだやつも、データ共有化されてて、ね、本体の Xbox One の方でもね、シリーズ X か、そっちの方でね、遊んでもまた、ちゃんとセーブデータ引き継がれてるんですよね。だからね、すごい優秀ですよ、Xbox シリーズは。よし。あ、敵が、盾持ってますね。盾持ってる敵はこうやってね、奥に投げてて。ずっと守っていくかもしれないってね。つかみ技で。こんな感じで。結構面白いですよね。よしよし。あ、べ。刀持ってますね。やっぱね、キャラクターによってね、こうやってね、いろいろ技と違うんですよ、実はね。あと、これもう、他人数プレイがね、結構、目的になってて、何人とでもこうやってね、遊べるかなと思いますんで。
本当4人ぐらいで遊びたいですよね、このゲームね。よし。おいて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 。こういうね、他人数プレイゲームがね、結構、今ね、普通に遊べるのがいいですよね。よし。こんな感じで。ちょっとボス戦まで行きたいなと思うんですけど、結構長くなっちゃうんでね。よし。長いですね、ワンステージが。あ、いけ。結構ね。よし。いいですね、面白いね。こっからボス戦かな？もうちょっとかな？で、ピザタイムですね。ピザタイムになりましたね。ゲームボーイのね、本当に、タートルズゲーム出てますからね、ゲームボーイでもね。あ、ボスですかね。豚さんが。いいですね。この T シャツ破れ演出がね。ビーボップ。なんか下にね、エネルギーゲージが、ヒットポイントゲージがありますけど。このね、攻撃も昔から一緒ですよね。この豚さんはね、毎回出てきますけど、豚とね、ハエ男が出てくるんですよね。あとね、毎回ね。あと、サイの人もそうですね。よし。もう、全員ミュータントなんでね、みんなね。巨大化しちゃって、人間化しちゃってね。そもそもこのタートルズも、なんか、放射性物質浴びたカビな、カビなんですよね。カビって何やねんって。放射性物質浴びて、巨大化したっていう設定なんですよね、タートルズってね。だからね、ほんと、放射性物質浴びれば、どんなもんも突然変異するんだ、みたいな。勉強になりますよね。よし。はい、こんな感じで、ステージ1クリアですね。カワバンガーね。捕まってますね、これね。カワバンガーって言うかな。いや。まあ、おなじみのね。ね、意味わかんないですけどね。言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信だみたいな感じのワードですけどね。はい、こんな感じでステージ1クリアです。かなり快適ですね、ここら辺はね。はい、じゃあ次のゲームいきたいと思います。じゃあ続きまして、ダート5ですね。ダート5になります。こちらの方ね、ちょっと動かしていこうかなと思ってます。まあ、ちょっとね、キャリアモードでやってますんで、次々進めていくって感じですかね。まあ、これがなんか、なんかいろいろレースの詳細ですね。まあ、なんかアメリカンなことを言ってますけどね。まあ、なんかこんな感じで車、いろいろね、車の種類を選びながらって感じです。じゃあね、イタリアのレースになりますね。イタリア、フォーチデイ、ジオビオ、ジオボ。読めねえな。読めねえなって感じですね。もうダートといえばね、もう本当にラリーゲームですね。ね、セガラリーとかね、昔よくラリーゲームで遊んでたんですけども、今セガラリー出てないんでね、ラリーゲームといえばこのダートといった感じですね。見ての通りね、この砂煙がすごいね、リアルにこうやって舞ってます。結構ね、重たいゲームなんですよ、このダートもね。あらららら。重たいゲームなんですけど、こんな感じでね、結構ぬるぬるサクサク動いてるっていう感じかなと思います。ぬるぬる。これだけね、車いても全然ね、処理落ちしてないですからね。さすが、ワンエクスプレイヤーって感じです。で、もちろんね、こうやって視点もね、いろいろ変えれます。こうやってね。おー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 。ちょっとね、これ操作しづらいんで。やっぱこれかなって感じですけどね。でね、すごい振動来るんですよ。ブラブラブラーってね。もう車でほんと操作してるみたいな感じでね。あ、ワンエクスプレイヤーすげえなっていうぐらいね。すげえブルブルしてます。で、ほんとこのね、砂ぼこりの具合とかね、すげえ綺麗だなっていう感じですね。おーおーおー、ちょっとね、こういうとこスピードちゃんと落としてね。行くんですけど、やっぱこのね、このボンネットのね、水がついてる部分とかね、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。それでも全然処理落ちしてないですからね。普通に遊べてるっていう感じがしますね。PC ゲームはね、普通に遊べるレベルだと思います。本当にね、ハイスペック求められるものだけっていうのはあるかもしれないですけどね。全然問題なくね、ダートいけてるんだったらレースゲームをね、全然普通に遊べるんじゃないかなと思います。結構重たいんですよ、このゲームってね。でも、それしても全然抜けねえな。抜けねえ。
もうすごいね、このジャンプの具合とか、おお、コース切れてるって、どういうことって思いましたよね。すごいね。いちいちいち。お、なんか来ましたね。なんか、実績解除しましたね。ちょっと邪魔ですよ、この実績のやつがね。すごいね。もうぬるぬるです。動き。全然重たいところ一切ないですよ。ぬるぬる。すごいですね。もう角つくとかないですね。もう全然ね。すげえぬるぬるで動いてますね。よし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 。全然ね、4位から抜けないです。あ、だいぶ近づいてきました。早いですね、敵もね。全然抜けないや。よし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 。すごいね、この砂煙とか超すごいですよ。めちゃめちゃリアルですね。なんとか近づき、いや、なんとかね、食いついてきてますね。あ、来ましたね、来ましたね。よし。1、1、1、1、1。無理やり1。無理やり強引に1。無理やりに1になりましたね。よし、くっついてましたね。2つに分かれているとかね、ちょっとワクワクしますよね、コースでね。分岐があるっていうのもね。よし、よし、よし。すごいな、手に伝わるのがもうほんと、ダーッと走ってるみたいですね、本当にね。手の振動がもう。よっしゃなかなか面白い。あ、やばい、コントローラー傾いてきます。はい、こんな感じでね、1位取れました。もう車の汚れ具合とかね、すごいですね。はい、こんな感じでございます。ダートもね、バッチリ動きます。はい、じゃあ続きましてね、ヘイローを遊んでいこうかなと思います。まあ、Xbox でおなじみのね、ヘイローシリーズなんですけれども、ちょっとリクエストがあってね、ヘイローのリーチってやつをね、ここにね、ヘイローマスターチーフコレクションなんですけど、これね、1、2、3がね、入ってます。で、3もね、2作あってね、あと4、4も入ってて、で、あとリーチっていうやつが入ってます。ヘイローリーチですね。で、このリーチってやつをちょっと遊んでくれないかっていうお話があったんで、ちょっとこちらの方動かしていきます。ちょっとね、途中まで動かしてますんで、まあ、再開でいきたいと思いますね。はい。まあ、リーチっていうね、惑星を探索するお話になってますけれども。まあ、ヘイローといえば、ね、FPS のおなじみの、ね、本当に一番最初に FPS といえばヘイローかなといった感じですよね。で、まあ、ちょっと途中まで来てるんで、氷にちょっと乗っていきましょう。はい、行きまーす。乗ってくれ。カーター君乗ってくれ。はい。乗ったかい？よし、行くよ。操作性がね、ちょっと特殊なんですよね、この、動かし方がね、特殊。こうかな？かなりね、癖のあるね、車の運転になるんですけど。よし。ぶつけそうですね。ぶつけてますね。これで、もうかなりぬるぬる動いてますね。リーチはね。敵が出てこない。いいですね。どこ行くんだろうね。あ、まあ、こっちの青い矢印のとこ行くんだろうね。よし。よしよしよし。よし、行っちゃい。このまっすぐ行けってやつですね。違うのかな？まあ、谷をね、探索しろって言われてるんで、こんな感じで言ってるんですけど、なんか立ってますね。かなり自由度の高い感じのアクションゲームなんですよね。あ、敵がいますかね。よし。ちょっとここ制圧しに行きますか。いないですね。何もいないですね。リーダー、前方の建物に熱源を確保。よし、ちょっとここ制圧しに行きましょうか。なんかいますね。迫力すごいですね、今回もね。よし。これね、FPS 苦手なんですけど、それでもヘイローはちょっとやりやすいっていうのありますよね。ヘイローだったらみたいなところありますよね。そんなにね、ピリピリしてないっていうかね、ヘイローだったらね。すごいね、撃った時の振動がすごいですね、またね、これも。めちゃめちゃすごいですね、撃った時の振動が。こんな感じで、ぬるぬるです、ヘイローもね。よし。これで、ちょっと、こうやって。面白いですね、こうやってね。
FPS もね。はい。もういないようだ。いないですね。はい。こんな感じでね、ヘイローもね、しっかり遊べるかなと思います。いいですね。こうやって探索しながら、ぬる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 動いてる。うん、うん。うっと。うん。結構簡単に遊べますね。難しいようで見れて結構簡単なゲームだったりね。これ結構ね、どこ行ったらいいんだろうってなるんですよね。あの、ヘイローシリーズはね、キャンペーンでやると。まあ、どちらかというとこれ対戦とかでみんな、ね、わちゃわちゃするっていう感じだとは思うんですけれども、僕結構ね、キャンペーンで遊んでスッキリして終わるっていうことが多いですよね。あ、いいですね。ぬるぬるですね。ジョージ君ね。はい、いっぱいいますけど、人が。敵がいないですね、もうね。こうやって走っていきましょう。こういうとこもいないかな？いないですね。はい。こんな感じで、ヘイローリーチもね、しっかり遊べるかなと思います。しっかりやるゲームなんでね、ここら辺ちゃんと動いてれば大丈夫だと思います。はい。じゃあ次のゲームいきたいと思います。はい、じゃあ続きまして、リコアっていうゲームになります。こちらがね、Xbox シリーズ X じゃないや、Xbox One か。1の時のゲームで、だいたい5年ぐらい前のゲームですかね。なので、まあ、面白いゲームではあるんですけど、まあ途中まで遊んだんで、ぜひともといった感じで、主人公がね、女の子のね、トレジャーハンターみたいな女の子が遺跡の中探してくみたいな、発掘してくっていう感じなんですけど、相棒のね、ワンちゃんと一緒にね、発掘していくような、そんな感じのゲームになってます。もう知ってる人ほとんどいないと思いますけどね。このゲーム結構面白いんですけどね。うん、ほら、ワンちゃん可愛いでしょ、このワンちゃんね。このデジタルワンちゃんがね、可愛い。このね、コア、この丸っこいお腹のコアで動いてるワンちゃんですね。うん、ここ掘れワンワンみたいな。ほんとね、将来のワンちゃんあんな感じになるんじゃないですかね。まぁ、こんな感じで、ちょっとね、高さ、あれもないんで。で、ここにね、あ、ちょっとフォーカスがぼやけちゃう。こんな感じかな。ここにね、コアが埋まってんですよ。これをね、取り出しましょうっていうところから始まってるんですけど、アンカーをこうやって、ね、引っ張って、って引っ張ってんだけど、抜けねえ、抜けねえ、みたいな。ダイヤモンドみたいなやつね。アウチって戻ってきた時で痛いですよね。口にゴム加えてパチンってやるやつですね。口に長いゴム加えてパチンってなって、あいやーみたいなやつですね。で、ここね、ボス戦になります。あのね、このコアの持ち主のね、ボスがね、ここで出てきますね。ちょうどいいところでね、セーブしといたんで、ほんと、アイアンファングが出てきました。ワンちゃん可愛いね。うん、こんな感じで、戦っていきます。TPS っぽい感じですかね。こんな感じで、アクションをずーっとやっていくんですけど、まあ、結構そんなに難しくない。いて。左上にね、ヒットポイントがあってね、自分のね。いいショー、危ない。避けきれないな。よしよしよし。危ない危ない。危ないっすね。こんな感じで。遊べますね。よいしょ、おー、危ね、よし。で、これ、コアをね、やっぱ引き出さないと倒せませんわ、みたいな話になるんですよ。あ、痛い。痺れちゃって、痺れちゃって。振動がやっぱすごいですね。この銃撃った時のね、振動がすごいです。これね、綱引きしながらね、取れましたね。コアをね、こうやって引っ張り出すんですよ、こうやってね。こうやってね、倒していくゲームで、ね。あ、倒れましたね。かわいいね、このね、ワンちゃんがね。でけえな、このコア。また綺麗だね、このダイヤモンドみたいなね、感じのゲームになっててね。こうやってボス倒していくゲームですね。こんなコア見たことないわ、みたいな。足見せてごらんって、このワンちゃんの怪我した感じが可愛いよね、これね。ほんとね、こういうワンちゃんが多分ね、まあ、僕が生きてるうちには出てこないと思いますけどね、こういうね。ほんとね、こういうワンちゃん飼いたいですね。可愛い。あ、可愛い。怪我してるけど可愛い。戻りましょうって言ってますね。うん。いけるかな？こっちから行くのかな？ここかな？よし。はい、こんな感じで、地上に出ましたね。うん。めちゃめちゃこうやって広いマップの中、こうやってね、
遊んでいく感じになります。結構ね、面白いゲームですんで、まあ、それ Xbox 持ってる方はね、ぜひ遊んでみてはいかがかな。ゲーパスに入ってますんでね。よいしょ。遊んでみてはいかがかなと思います。面白いですよ、これね。はい。こんな感じでございます。はい。ということで、本日は OneX プレイヤーミニでね、PC のゲームを動かしてみました。いかがでしたでしょうか。まあ、ダートとかね、結構重たいソフト、ダート5とか、あと、ヘイローとかも全然問題なく FPS も遊べるかなといった感じで。まあ、本当にね、本当に、サイバーパンクとか動かしたらちょっと、ね、快適さはちょっとわかんないんですけど、ああいう重たいソフトね、動かすとどうなのかなっていうのはあるんですけど、一応ね、Xbox ゲームパスに入ってるゲームは、結構ちゃんと、ね、ヘイロー動くぐらいだからちゃんと動くんじゃないかなと思います。もうちょっとね、さらに重たいソフト今後遊んでみようかなとは思うんですけれども、まあ、現段階では全然問題なく遊べるかなと、使えるなといった感じです、この子はね。特にね、Xbox のね、ゲーパス入ってると、セーブデータ共有できますんで、外ではこっちで遊んでね、で家に帰ったら Xbox シリーズ X とかで、その続きやるみたいな。そんなこともできますんで、非常にね、優れてる、携帯用 Xbox って考えてもいいんじゃないかなぐらいね、OneX プレイヤー優れてますんで、まあ、そんな使い方もね、できるんじゃないかなと思います。あとね、本当に2テラ入ってるんで、まあ、かなり持ち運べるっていう感じですね。うん、で、あと画面も超綺麗だしっていうところで。で、何よりもね、迫力がね、すごいんですよ、やっぱりね。OneX プレイヤーといえば、迫力がすごく伝わるっていうか、振動とサウンドですね。こちらがね、そのままの状態でミニになってるんで、ほんとね、遊んでて楽しいというか、いじってて楽しいというか、そんな感じのね、ゲーム機かなと。まあ、パソコン、UMPC かなと、いった感じです。で、こちらのね、OneX プレイヤーミニなんですけれども、バングッドさんで購入することができます。この動画の概要欄にね、クーポンコードつけております。こちらのクーポンコードを適用することによって、なんとね、24% オフということで、とんでもなく値引きしてるぞといった感じでございます。と言ってもね、もちろん10万超えますんで、10万平気で超えてきますんで、パソコンですからね、まあそれぐらいしょうがないかなと思います。ぜひね、興味持った方ご購入検討してみてください。ハードディスク 1TB 版、2TB 版、HD 版、フル HD 版と、トータル4種類出てます。おすすめはね、やっぱり2テラぐらい欲しいですね。PC ゲーム遊ぶんだったら、だってさっきのね、あれですよ、ヘイローを動かすのに130ギガとかですよ。130ギガ持ってかれますからね。まあ、複数、ゲーム入れるんだったら2テラ版を購入するのがね、おすすめかと思います。あと最近ね、ちょこちょこ UMPC でいろいろ発売しますけれども、まあ、なんだかんだね、スペックがね、やっぱ落とし気味なんですよね。ストレージがね、512ぐらいしかないとかね。まあ、中途半端なものを買うよりは、こっちのね、ドバッとね、でかい、ちょっといいものを買った方がいいんじゃないかなっていうのは僕のね、僕の思いです。はい。僕はそう考えてますっていうだけで。ちょっとね、中途半端なスペックのものを買うよりは、ちゃんとしたスペックのものをちゃんとした価格で買うっていうのがね、僕のおすすめだったりします。久しぶりにね、ほんとこれだったら持ち運べるかなといった感じでいい PC だと思います。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。まだまだね、OneX プレイヤー動かしますんで、興味のある方ぜひね、チャンネル登録していただければなと思います。あと、レトロゲームということでね、エミュレーター関係もね、動かしていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いとっちゃんねるでした。また次の動画でお会いしましょう。